はい、朝ごはんをね、食べていこうと思います。いつもね、朝ごはんはですね、大体トーストとですね、紅茶ですね、砂糖ミルクなしの紅茶なんですけれども、今回はね、ちょっとね、このコーヒーを買ったんですね。業務スーパーでね、300g でね、298円というね、ミディアムローストブレンドっていうやつをね、ちょっと買いましたね。こちらをね、開封していこうと思います。いつも飲んでるやつからちょっとね、浮気してしまいましたね。いつも飲んでるやつはですね、ちょっと、名前忘れちゃいましたけども、静岡県の菊川市に工場があるね、コーヒー屋さんでですね、500g で、確か税抜きでね、400円ぐらいのね、値段のやつですね。ヨーロピアンコーヒーってやつです。こちらはね、ミディアムローストブレンドって書いてあるからね、そちらのコーヒーよりはね、ちょっとね、薄味のやつだと思うんですけれども、ちょっとね、どんな味かね、飲んでいこうかなと思いますね。ミディアムローストブレンドって書いてあってね、苦味の少ない浅煎り焙煎って書いてありますね。で、酸味を抑えたブレンドとアメリカンタイプって書いてあってね、実はね、僕ね、アメリカンタイプよりもね、濃いめのコーヒーの方がね、好きだったんでね。昨日ね、夜ね、ちょっと丁寧にね、この辺読んだらね、ちょっと失敗したかなと思っちゃいましたね。まあ、要するにアメリカンな感じの薄味のコーヒーではなくてね、僕の場合はね、ヨーロピアンっていう感じのね、ちょっと濃いめのコーヒーが好きなんでね、このミディアムローストだからいいかなと思ったんだけどね、実はこれ、ライトローストの浅煎りのコーヒーですね。と失敗したかなと思いました。こちらの容器に移してきますね。お茶のやつですね。よくね、ギフトでもらうようなお茶のね、セットのとこについてくる缶ですけどね。これがね、無料で、コーヒーなんかをね、お茶もそうですけど、保存する最強の容器ですね。どう考えても。まあ、100円ショップ行けばね、似たようなやつ売ってるかもしれませんけど。こちらに移していきます。やっぱりいつもね、飲むヨーロピアンコーヒーって僕のさっき言ったやつよりね、ちょっとね、中細引きぐらいでね、粗いっていうかね、まあ、これぐらいですね、日本のやつはね、大体。で、僕がいつも飲んでるヨーロピアンコーヒーはね、極細挽きかな。そんな感じで、違うんですね。細かさがね。はい、こちらはね、セロテープで留めてね、冷凍庫に保存してます。入れてきますね。今回はちょっと多めにね、浅煎りなんで多めに、もうちょっと入れよう。ちょっと量多めのコーヒーにしてしますね。入れてきます。意外と膨らむね。新鮮なのかもしれないね。でも香りは割としないな。やっぱり安物だ。もっと高いこう豆もね、買ってた時期があるんでね、香りが広がりますもんね。まあ最近は安い豆ばっかりですけど、しかも豆もね、挽かずにね、粉で買ってくるという。これぐらいでいいですね。
コーヒーとね、トーストのパンがね、冷めないように、やってきますね。マーガリン、あまりたくさん塗らない方がいいね。コーヒーをね、まずね、飲んでみたいと思います。香りは普通ですね。安物コーヒーだから、まあこんなもんでしょう。アメリカンだね、やっぱり。ああ、そうか。いつも飲むね、コンビニのコーヒーなんかよりも薄いですね。あとマクドナルドのコーヒーよりも薄いです。もうちょっと僕はね、濃い方コーヒーの方が好きだったんで、好きだったというか好きなんでね。まあまあ買わないけど、そこそこのクオリティですね。安物の一番安いレギュラーコーヒーの、コーヒーの粉の部類だと思うんですけどね。これぐらいの値段でもうちょっとね、なんて言うんだろう。濃いめのコーヒーですね。たくさんね、ローストしたやつですね。そっちがいいかな。これはこれでいいんで、特にアメリカンが好きな人だったらおすすめですね。普通に安物の粉のコーヒーの中でだったら、まあ標準ぐらい、標準以上の味だと思います。と、ちょっと上から言ってますけどね、別に専門家じゃないんだけど。こちらはね、ブルーベリーのジャムですね。100円ショップの、ブルーベリーのジャムです。エジプト、原産地がエジプトのやつね。いただきます。もうコーヒー飲んでるけどね。今までね、本当に最安値のね、要するにヨーロピアンコーヒーっていうね、 500g で、税抜きで400円のね、粉飲んできましたけどね。一応ね、 YouTube でね、収益なんかもね、最近できたんでね、ちょっとね、コーヒーだけはね、ちょっと、これからちょっと、いろいろ試してみようかなと思いますね。ちょっと高いやつとかも入れて、含めて。そうします。というか、まあ、本当言うとね、ヨーロピアンコーヒーずっとでも、いいって言えばいいんだけどね。安物のコーヒー飲んでても十分美味しいですし、十分幸せなんだけどね。今ね、本当に病気が流行ってるね、ご時世なんでね。例えば YouTube で収益発生したら、まあ、あれもしたい、これもしたいとかね、ちょっといろいろ考えても、今できないんでね。例えばコーヒーをちょっとリッチなやつにするとかね。そういう感じでちょっとずつちょっと楽しみを広げていくっていうかね。人生の楽しみを広げていくっていう感じかな。やっぱちょっとこれ薄すぎたな。ミディアムローストって書いてあるけど。ライトローストですね。僕の好みの、まあどっちかというとリッチローストっていうかね、ヘビーローストというか、ヨーロピアンローストというか、そういうやつを今度ね、
買っていきたいと思いますね。去年はね、割とね、僕は割と、もうずっとね、そんなに忙しい生活はしてこなかったですよね。どっちかっていうと家事をやったりとか、あとは、昔だったらね、ネットで販売なんかもやってた時期もあったけど、頑張ってやった時 もね、週30時間ぐらいしかね働いてないですよね。そんな状態でね、まあ割と暇な生活してきたんで、例えば、ここに来てね、割とね、仕事が暇になっちゃって、しかも家にいなきゃいけないっていう感じのね、人なんかはね、結構大変なんじゃないかなという、どうやって暇つぶすんだみたいなね、外にもあまり出られないっていうことでね、結構ね、悩んでる方がいると思うんだけどね、まあ YouTube とかね、映画とかね、見るっていうのも一つの手だけど、あとね、最近僕始めた手段でね、ラジオですね、インターネットでね、今ラディコっていうね、サービスがあるんですね。そこにね、タイムフリーって言ってね、ラジオの番組が、まあ要するに録音が聞けるサービスがあるんですね。で、そんなのでね、僕なんかはね、昔ね、深夜ラジオ、子供の頃っていうか、中学生、高校生の頃に、ね、深夜ラジオを結構ね、盛んに聞いてたんで、今でもね、オールナイトニッポンとかね、あと TBS ラジオなんかのね、ジャンクとかね、ジャンクで僕が聞いてるのはね、伊集院光とね、爆笑問題とね、バナナマンのラジオかな。それが毎週1回、2時間やってるんでね、そういうの聞いたりとか、あとおぎやはぎとか、南海キャンディーズの山里さんとかね、その辺がラジオパーソナリティでね、結構喋ってるのをね、ありますけど、僕の場合はね、バナナマンと、爆笑問題と伊集院光さんですね。その辺聞いてますね。あとは、オールナイトニッポンだと、オードリーとか、聞いてもぐらいかな。あと、岡村さんですね。ナインティナインの岡村さんのラジオを聞いてますね。あとね、久米宏の、ラジオとかあるんですね。久米宏さんですね。昔、ニュースステーションやってた久米宏さんの放送なんかも結構面白いですね。1週間に1回2時間ぐらいかな。あと安住さんの、安住紳一郎って言ったかな、安住さんっていう昔 TBS のアナウンサーだった方、あの方のラジオも面白いですね。あとはね、関西エリアだとね、割と関西で人気のね、お笑いのね、漫才のコンビの方とかね、そういう方がね、割といろいろラジオとかやられてるんでね、そういうのをね、ネットでいろいろ調べてね、見てみたら面白いんじゃないかなと思いますね。どんな暇つぶしを皆さんされてるのかちょっとね、わかりませんけど、またコメント欄にね、こんな暇つぶしいいですよっていうのがありましたら、教えていただければと思いますね。ということで、食事現場からは以上です。